皆様おはようございます。おはようございます。ただいまから令和5年1月の市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは最初にお示しをさせていただいておりますテーマについて市長からご説明をさせていただきます。今回のテーマは1新型コロナウイルス感染症最新情報について、2高知市出産子育て応援給付金について、3個人番号カードマイナンバーカード交付事業についてとなっております。それでは市長よろしくお願いいたします。おはようございます。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。それではお手元の資料に載っておりましてですね、順次ご説明申し上げたいと思います。まず新型コロナウイルスの関連ですけれども、今週、今日、明日が一つの大きな、山場になるというふうに考えておりますが、いわゆる二類相当から五類への見直しということが、今日総理と関係閣僚で事前協議をして、そして明日が正式に言うと火曜日と金曜日閣議決定があるので、課金を、明日の金曜日含めてですね、それぞれ部会、そして、その部会の、一定の方向性が出たら、夕方本部会というスケジュールになってますので、今日と明日、特に明日ですね、重要な、山場を迎えるというふうに理解をしております。それで、現状の感染状況ですけれども、高知市も少し落ち着いてきましたので、この1月11日からの1週間と18日からの1週間、全国的にちょっと減少傾向に今入ってますので、第8波、まだ予断は許されないんですけれども、減少傾向に入っている中で、二類相当から五類への見直しの方針ですが、あくまでも、につきまして、今週中にどうも結論が出そうだという状況になっておりますので、昨日、全国市長会の理事会があって、当初はそこに、厚生労働省からですね、コロナ対策の担当の審議官が来て説明する予定でしたけど、急遽国会に呼ばれたということで、その部分の説明は昨日なかったので、直近の詳細な情報というのは今手元にないんですけれど、今日と明日、ここで大体方針決定がなされそうなという動きになっております。それで、コロナウイルスの感染症のワクチンですけれども、おかげさまで、特に中高年、高齢者の方々を中心に、5回目の接種が相当進んできておりまして、特に65歳以上、重症化すると、危険と言われる方々の接種については、直近で 86% の5回目の接種が、完了しておりますので、また60歳以上で見ましても 77% 程度、完了しておりますので、重症化予防には効果があったということで、様々なデータを見てもですね、重症化を抑制する効果は、非常に合っているというふうに言われています。多分エビデンス、それぞれデータ持っているところによりますけれども、重症化は4分の1以下に減らせているというふうに、いろんなデータの中でも、そういうふうに言われるドクターもおられます。これも今のところですね、2類から5類へ落ちたときに、例えばインフルエンザの予防接種につきましては、今自己負担がありますので、高知市は子供さんの一部に対して今助成をしておりますが、このあたりがどうなるかというところも、明日の政府の発表を見ながらですね、また対応を令和5年度に向けて考えていかなければいけないというふうに考えております。当分の間はですね、少し、どこの段階かまでかはわかりませんけれども、無料で様子を見ながら段階的に有償化していくということが、今の政府の中でも議論をされているところです。次に出産子育て応援給付金ですけれども、特に通常国会の中でも多分子育ての支援、それから、いわゆる防衛費予算、子育ての予算と防衛費のバランスをどう取っていくかというのが、
多分議論が深まっていくのではないかというふうに思っておりますが、まあ、いずれにしても、まあ、欧米諸国と比べて子育てに関する予算が低すぎるというのが、非常に今指摘をされておりますので、様々な手立てがですね、講じられようとしているところです。それで、まず、補正予算で、出てきました出産と子育ての応援給付金。それぞれ5万円ずつですので、出産されますと合わせて10万円の給付になるんですが、準備を進めてきておりますので、2月1日からですね、まあ、事業を開始するということで、順次ですね、まあ、関係の該当者の方に、より申請書等の発送の準備を進めたいと考えております。ちょっと2種類ありますので、まず、妊娠届が出た時の5万円の給付が出産の応援給付金ということになっております。で、出生されましたら、出生届が出てまいりまして、また、全数で面接をするということになっておりますので、保健師等が中心にですね、出産された場合には、それぞれ家庭訪問を含めて、赤ちゃん誕生おめでとう訪問ということで、全数面接することになっておりますので、その後にですね、子育ての応援給付金の5万円が給付されるという仕組みになっております。で、具体のスケジュールがちょっと前に出ておりますが、すいません、その手前です。今年の1月31日までに出産された方につきましては、これ妊娠届と出産届がそれぞれ5万円ずつで合計10万円になりますので、5万円プラス5万円で10万円になりますので、発送の準備を進めまして、2月下旬にはご自宅に郵送をする予定をするということで、今準備を進めております。また、現在妊娠届が出ておりまして、2月1日以降の出産する方につきましては、出産の出生届で後にですね、赤ちゃん誕生おめでとう訪問を行いまして、10万円を給付するということで、準備をしたいと思っております。で、2月1日以降に妊娠届をする場合ですけれども、妊娠届出をした後に、面談をしますので、面談後に窓口で、まず5万円の給付分についての申請のですね、手続きの、いわゆる交付を行います。で、出生届が出た後、赤ちゃん誕生おめでとう訪問がありますので、その赤ちゃん誕生おめでとう訪問、これも全数やりますので、その時に、申請書を配布をするということになっています。まあ、こういう2種類の方式で、まあ、最終的にはですね、残念ながら、死産になったという例外もありますけれども、赤ちゃんが出生された場合には、こういう形でですね、全体で10万円の支給を行うということで、順次入りたいと思います。もう一つ資料がありますので、次のページですけれども、今のやつを少し、図解したものがこの表です。今月末までに子供さんを出生した場合にはですね、こういうパターンで10万円を給付するということで、準備に入る予定です。それで、1月31日までの間に妊娠届を出されて、2月1日以降に出産予定の方につきましては、こういう仕組みでですね、それぞれ手続きを行うということになっています。で、2月1日以降に妊娠届をされる方につきましては、まず妊娠届が出ますので、そうすると保健師等が面談の日程調整等に入りますので、面談等の日程調整に入って、出走されましたら、赤ちゃん誕生おめでとう訪問があって、そこで申請書を交付して、この場合5万円、5万円、それぞれ段階において給付する形になりますが、こういう形で、手続きをするということで少し図解を入れてあります。05ページですけれども、マイナンバーカードですけれども、
それぞれ現場の相当の努力によりましてですね、まあ、申請数も、まあ、おかげさまで 60% を超えてまいりました。これ12月の末の段階ですので、もう少し上がっている可能性もありますが、12月末の段階で 60.11% の申請ということになりまして、当初ですね、まあ、全国市長会からも、強い意見を出しておりましたが、まあ、交付金の足切りをするとかいう話が、まあ、当初に出てまいりましたので、まあ、そういうことをしないようにということは強く申し入れをして、まあ、全体的に、まあ、60% 割れも申請率超えてますので、そういうのの市町村がですね、まあ、一定交付金の対象にはなるということにはなっております。それから、少し、タイムラグがありますので、申請をした方の割合が 60%、そして JILS の方で交付の手続きと進めていきますので、タイムラグが1ヶ月程度ですかね。1ヶ月程度ちょっとタイムラグがあるので、で、交付率というのは少し今推計にはなりますけれども、12月末での交付率が大体 50% 程度だろうということで、当然この申請、のところに交付率も届いていきますので、まあ、おかげさまで現場の努力と、それぞれ市民の皆様方のですね、申請のご協力によりまして、申請の率も上がってまいりました。それで、もう一つのですね、2万人の方々に1万円のそれぞれのスーパーとの商品券の準備をしておりまして、これ対象は2万人ということになっておりますが、現状直近の申し込みが2万人を超えております。ただ、ちょっと重複のチェックをする必要がありますので、これが確定値ではないですが、オウム人数は2万人を超えておりますので、まあ、当初の目標の2万人はですね、多分超えるというふうに考えております。それとイオンモールで、出張申請を行っておりまして、まあ、非常に好評でございまして、少し落ち着いてはきましたけれども12月の末あたりまでは1日あたり平均約100件の、休日は200件の受付を行っておりまして、この方々はここで本人確認しますので、あとカードが出来上がった時にですね、まあ、郵送で送れますので、まあ、非常にご協力いただきまして、これ2月の末までですけれども感謝申し上げております。またカードの受け取りがですね、申請率がこれだけこう急カーブで上がってきましたので、カードの受け取りを行う場合、例えばスマホ等で申請した場合、本人確認がこちら側でできてませんですので、カードを受け取りに来た時に本人確認をする必要が、まあ、今のところ法律で義務付けられてますので、これから3月になるとちょっと混み合う可能性がありますので、今例えば窓口がどのくらい混んでるかというのを、一定リアルタイムで分かるようにしております。まあ、こういうQR コードもあるんですが、またこの QR コードをできるだけ分かりやすくですね、ホームページ上でも出していきたいと思いますので、これリアルタイムで実は今の現状で、どのくらい待たれているかとかいうね、そういうものはリアルで出るようになっておりますので、またそういうものを分かりやすくですね、これ出るんですかね。出ません。はい。はい。例えば、証明受付だと、現在の待ち人数3と書いておりますけども、今日、詳細のどうで、例えばですね、これ発見してからの経過時間なんですけども、1019番の方が22分ということで、要するに現在のですね、混雑状況、待ち状況がですね、リアルタイムで分かるようになっておりますので、発見されてない方、まだご自宅にいてですね、これから行こうかなという方は、こういった混雑状況をですね、ご覧になってですね、行動もしていただくことができるということでございます。特に窓口の繁忙期、やっぱり3月から4月の上旬あたり繁忙期になりますので、まあ、できるだけお待たせをしないようにということは、工夫はしておりますけれども、特に繁忙期の場合はですね、やっぱり1時間以上お待ちになるということも、まあ、想定されますので、まあ、できるだけこうやって待ち時間が、いつ頃になるかということも、できるだけわかりやすくお知らせをしたいというふうに考えております。
私の方からは以上でございますので、あとご質問を受けながら、それぞれお答えをしていきたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。それではこれより皆様からのご質問にお答えをいたします。マイクをお回ししますので、社名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いします。それでは挙手の方、よろしくお願いします。高知新聞の福田です。先ほどお話の中でありましたけども、コロナの対応、2類から5類への引き下げが決まりましたけども、受け止めをまず教えてください。正式に言うとまだですけれども、それぞれの報道の情報ではですね、これ感染症部会、厚生労働省の感染症部会というのが専門家の集まりですので、感染症部会を今断続的に開催をしております。賛否両論ありますし、まだちょっと早すぎるのではないかという意見も含めて、様々な、今意見が感染症部会で出ているところです。それで、今日ですね、多分総理と、関係閣僚が集まって少し事前協議をすると思いますが、27日の午前中、明日になりますが、27日の午前中に感染症部会が、開かれるという予定の報道があります。で、それを受けてですね、それで方向性委員会出されるので、ちょうど27日の金曜日というのは閣議の日なので、27日の金曜日の夕方になりますが、政府で対策本部を開いて、これはあくまでも午前中の部会を受けてということになりますが、夕方に政府の対策本部を開いて正式決定するというスケジュールに、今のところなってます。市長の、その引き下げの受け止めというかですね、感想というか、どうでしょうか。いわゆる世界標準に合わすかどうかというところが一つのポイントだと思いますが、特に欧米諸国でいうと、今ほとんどマスク外して、それで行動制限取ってないですので、今政府の方向としてはもう世界の標準に合わせていこうというところに舵を切ったと思います。で、ここは慎重にやるのか、今の世界標準にも合わす時期なのかという議論はあるんですが、今、当初のデルタ株と違って、デルタの場合は肺炎になったので、死亡率が結構高かったんですが、死亡率で見ると、今低く抑えられてますので、ちょっと、落とすタイミングには入ってるのかなということを思っております。ただ、都道府県によって高齢化率が違うので、特に島根県、高知県の場合は高齢化率非常に高いので、で、現にですね、今年の1月に入ってからコロナの高知県内の、お亡くなりに なられた方を人数累計調べてみると、もう100人超えてるんで、まだ1月のこの25の段階でも100人超えてるんでですね、ちょっと、高齢化率が高い都道府県はどうなのかなというのは少し懸念は残りますけれども、全体の流れとしてはもう2類から5類へ、切り替える時期を迎えているのかなというふうには思います。それはなかなか難しい問題だとは思うんですけども、歓迎する気持ちがあるのか、それともやはりちょっと慎重にするべきではないかという思いもあるのか、その辺もう少しちょっと伺いたい。今のコロナは第8波になってますが、大体感染症の場合はこれに限らず、後ろの波が手前の波を超えるというのが感染症の常識なんですけど、第8波はですね、どうも第7波程度に収まってますので、第7波は第6波を完全にバンと超えたんですが、今の第8波は第7波の波とほぼ同等ですが、少し低いかもしれませんが、そういう状況です。で、問題は変異株がどんどん出てきますので、今でも XBB というのが、東京都内でも約3割以上、ありますので、XBB はまだよくわからないところあるんですが、強毒性ではないようだというふうに言われているので、そういう不安はありますけれども、今のオミクロンで言うと、
今の切り替えの時期でやむを得ないのかなというふうには思います。昨年の確か5月ぐらいに同様の質問をしたときには、まだ市長そのいわゆるその今おっしゃったような変異の恐れというところを理由に挙げられて、慎重にするべきだというどちらかというそういうご意見だったと思うんですけど、今おっしゃってそのそれから、まあ、時間も経っても経って今何が変わったというか、こう今はもうその時とはちょっと状況が違うというご認識ですかね。現状で言うと医療機関、これ二類相当ということで、病院へ入れる病院も限定されているので、まあ、医療機関は逼迫してるんですけれども、一つ治療薬が出てきました。ゾコーバっていう治療薬。これはまだ高いんですけどね。一回の治療で多分2万円ぐらいかかるというふうに言われてますが、ゾコーバができたのと、まあ、一定、対処の方針が大体確立されてきたので、昨年の5月の状況というのはやっぱり違ってきてるというふうには考えております。すいません、長くなって。あと、その、まあ、医療、引き下げに際してですね、医療関係者の方からは、まあ、賛否あるとは思うんですけども、まあ、今よりもさらに感染が広がるのではないかという、まあ、懸念であったりとか、逼迫の状況は変わらないんじゃないかというような、意見もありますけども、その辺、市長としてはどうお考えですか？まあ、今の感染症で、まあ、最も厳しい二類相当ということになってますので、いわゆる医療センターとか、いわゆる総合的な病院を中心に入院を受け入れていただいておりますが、まあ、医療センターも相当の方々を受け入れしているのと、まあ、一時期救急が逼迫してですね、受け入れる、県内に受け入れる病院がないので、まあ、この間も医療センターの管理者とも話をしてましたけど、もう31回、もう、陽性があって、どこも受けるところがない。同じ患者さん、一人の患者さんで、っていうケースがあったので、31回目の、陽性があった時も最後受けたというふうに言ってたんですが、そういう状況で逼迫している状況は、まあ、一時ありました。今、ちょっと落ち着いてますけれども、これ、5類ということになると、一般病院が受け入れ可能ということになります。ただ、現状、少し後で保健所長にも補足していただきますけれども、一般病院はですね、コロナの感染症ってやっぱり専門的にあんまりやってないのと、オミクロンはやっぱり感染力が非常に強いので、病院内のクラスターをみんな少し心配していると思います。いわゆるスタッフが感染すること。で、減圧とかいう圧を、院内の圧を下げるとかいう部屋も多分あんまりないと思うので、だからすぐ一般病院が受け入れるかどうかというのはあるので、やっぱりそれぞれの今、専門的な病院で受け入れてますが、その逼迫状況が、まあ、緩和されるかどうかというのが、まあ、一つのポイントです。まあ、このあたり保健所の所長に少し補足していただいたらと思います。はい、厚生保健所長です。市長のおっしゃったように、まあ、2類から5類に変わるということで、大きな、変化があるということが予想されております。逆に、そのことの激変緩和をするために、今、感染症部会等の専門部会で、協議をして、さらに、それを国民の方に、分かりやすく伝えるということが、進められているということを聞いております。高知県でも、昨日、県の健康政策部の家康部長と話す機会がありましたが、国、それから国の動向を踏まえて県も考えていく、市としてはやはり国、県の動向を注視しながら、それから関係機関である医療機関の先生方、医師会の先生方とも話しますが、やはり医師会の先生方も変わることで市民の方の、医療のアクセスがこう、うまくいかないとそれは困るということで心配されていらっしゃいますので、国県の動向を踏まえ、また関係機関の先生と話しながら対応を進めていきたいと考えております。以上です。ちょっとそこの不安はちょっとあります。まだ。はい。すいません。先ほどの言葉で、高齢化している都道府県はちょっと心配だというお言葉あったですけど、高知は高齢化のその県に入るとは思うんですけど、その辺のご認識も改めてちょっともう少し聞いてもいいですか？多分、統計の取り方いろいろあるんですが、高齢化率が
多分データによって若干違うと思いますが、今全国第2位あたりにいると思います。まあ、少なくとも全国第5位以内にいつも高知県の高齢化率って入ってるので、で、そうすると、まあ日々ですね、特に高知、我々保健所があるので、それぞれお亡くなりになられた方のデータというのは、個人情報抜きにして、どういう状況でお亡くなりになられたかという状況は、高知の保健所管内の分が全部入ってくるんですけれども、まあ、大体見てると80代、90代の方が大体占めてます。まあ、中に70代の方おりますけども、大体全体の割で言うと、先ほど1月に入って、高知県内で言うと110人以上亡くなりになってるんですけれども、まあ、全数把握はうちではできてないんですけど、まあ、大体80代、90代の方が主力になってるので、まあ、そういう意味で高齢化率が高いところの、まあ、感染予防の徹底というのは、5類に落ちても、また重要な部分になるので、まあ、そこは、対策がですね、後退しないようにということも含めて対応していかないといかないというふうに思っています。はい、その他ご質問はございませんか。朝日新聞の羽賀です。質問3点あります。一つ目は今のコロナの件のちょっと補足を伺いたいと思っております。その島根、高知、その高齢化率が高いところについて懸念が残るというところで、今その懸念についてお話しいただきましたけれども、これがもし国の方針が変わるとなればですね、マスクを外す人が増える、それから行動制限もなくなるということで、よりこの人の動きも活発化するでしょうし、いわゆるそのコロナに感染する人の数も増えると思うんですけれども、高知市としてですね、来年度以降、今、対策を交代させてはいけないということだったんですが、どういうことができるのか、どういうことをしたいと思っているのか、このあたりをまず教えてください。一つは、重症化予防はさっきのワクチン有効なんですが、先ほどもお示しをしたように、一番最初のはワクチンのところ、次のページのワクチンのところ出してくれます。で、まあ、重症化しやすいと言われている65歳以上の方っていうのは、もう 86%、5回目接種を済ましてますので、これ、多分、特別養護老人ホームとかでですね、ちょっと打てない方とか考えると、まあ、ほぼ上限あたり来てるのかなというふうには考えますので、まあ、ワクチン接種はですね、まあ、6回目をどうするかという議論はありますけど、まあ、5回目はかなり打たれているということになります。それで、まあ、おそらく、マスクを取った後の行動というのは、国の方が正式に決めたからではないと、どういう行動を取るかというのはちょっと見てみないとわからない部分がありますが、まあ、おそらく高齢者の方っていうのは、やっぱり感染に対する、まあ、意識も高いですし、慎重に行動するので、高齢者の方はすぐマスクは外さないというふうに思います。それから接触する範囲がやっぱり狭いので、高齢者の方々は。まあ、それなりに、ご自身で相当気をつけると思います。それで、行動制限なくなることと、もう一つは、これも文科省はまたさらに決めるようになってますが、学校で多分マスクを外すという議論が出てくると思います。まだ今のところ今日の段階で決めてないんですが、まあおそらく室内の学校でのマスクを外すということになると、子供同士の感染というのは広がる可能性があります。で、家庭に帰ってそれが家族に感染するという可能性もあるので、まあ、特に高齢者の方々の感染というのは、できるだけ、まあ、予防していく、必要がありますので、まあ、我々がおそらくできるのは注意喚起ということになると思いますが、そのあたりの、特に学校でマスクを外して、家庭内に高齢者がいる方については、十分家庭内感染に気をつけてくださいとかいうアナウンスは、まあ、今後とも継続していく必要があるかなというふうに思っています。そうなると、まあ、ちょっと言葉は悪いですけれども、特段その新たな措置が取れるというような感じではないという理解でよろしいですか。まあ、もし感染した時にですね、ゾコーバは一定の効果あるみたいなんですけれども、
窓口の負担の問題があるんですが、ゾコーバーは、多分今のところ、これ多分薬価引き下げの対象になると思いますが、まあ、1回あたり2万円近くかかってるとかいう話もあるので、そうですね。で、そうすると3割負担なら5、6000円の負担が出るので、まあ、もちろん病院によっても違うと思いますが、多分そこは、国も分かってるので、まあ、そういう意味で段階的に、まあ、緩めていくという方向をしてると思うんですけれども、まあ、当面、まあ、少なくとも令和5年度の前半は当面無償で行きながら、段階的に有償にしていくというふうに思ってると思うんですが、まあ、そのあたり動向を見ながらですね、まあ、治療薬はインフルエンザと違って特効薬はまだないので、ゾコーバが一定予防できるということは臨床で出てるようなんですが、特効薬はないので、インフルエンザは特効薬があるんで、タミフルがあるんで、大丈夫なんですが、まあ、そこの状況を見ながらということになろうかと思います。2点目です。先日、高松高裁の方で、国賠訴訟がありまして、原審が、ひっくり返った形になりましたけれども、で、市の方に33万円のですね、支払いを命じる判決が出ましたが、まずこちらについて、対応どのようにされるのかについて教えてください。はい。まあ、2審の方でですね、判決が出て、1審の判決が覆りましたので、あと、まあ、我々も内部で協議をしましたけれども、いわゆるこれ民事訴訟なので、もう2審で確定するということになります。それで、訴訟を起こされました、方につきましてはね、結果的に言うと我々裁判で負けましたので、まあ、大変ご迷惑をおかけして、申し訳なかったというふうに、陳謝を申し上げたいと思います。で、この判決を受け入れをしますので、で、詳細は判決文を詳しく読み込んでからにいたしますけれども、方向性としてはこの判決に従うということになろうかというふうに思います。大変ご迷惑をかけて、申し訳なかったというふうに思います。その点で2つです。まず原告の方、訴訟提起された方に対して直接会って謝罪をされる意向はあるのかということ。それから、今回まあ、3回に関してですね、対象として、ま、10万円ずつ支払いを命じられているわけですけれども、この、改めて市の教育長が、まあ、昔の名残でずっとこう契約をしてきたということが、まあ、どういう背景でこうなってしまったのか、市として今どのように思ってらっしゃるのかをちょっと教えてください。施設管理の所管権限が若干違うので、直接会ってということは考えてはないです。それぞれの所管の施設の管理者がいるので、それと、もう一つはですね、ちょっとうちの対応もやっぱりまずいところがあって、まあ、敗訴したんだというふうに認識をしておりますが、まあ、それぞれ10万円ずつ3回分30万円を支払うという判決なので、まあ、詳細につきましては、ちょっと判決文を詳細に読み込んで、対応していきたいと思いますが、やっぱり監査の指摘の事項の関係も書かれているので、まあ、そのあたりを我々も反省点として、まあ、その点を今後の対応にしっかりと活かしていく必要があるというふうに考えています。3点目です。先日、地域共生社会を PR するポスター2つが、まあ、選ばれまして、市の方に、提供されましたけれども、放置券相談窓口が昨年全市的に広がってはいるんですが、多分課題としてこの実際に持ち込まれる相談件数が伸び悩んでいること、それから実際に地域でこう支える人たちが高齢化していて、まあ新しい方が入ってこないこと、この二つが課題として上がっているかと思うんですけれども、この相談件数が上がらないということと、まあその後ろにまあありますけども、実際に新しい人がなかなか入ってこないということについてですね、どのようにお考えか、それからどのように対策を取れるのか教えてください。共生社会についてはですね、まあ、団塊の世代まだお元気なんですけど、2025年の段階で団塊の世代がすべて75歳以上に入ってきます。で、厚労省も、人口推計の中で2040年の推計を、まあ、非常に使うようになりまして、2040年の段階で、団塊のジュニアが、まあ、60歳超えてくるので、
段階のジュニアが今45歳前後だと思いますが、そこは2040年の段階で60歳超えてくるので、まあ、そこを睨んで2040年の推計値を非常に使うようになりました。で、まあ、今ならなんとか組織化が間に合うということで、それぞれ地域共生社会のですね、取り組みを、それぞれの地域で進めていただいております。で、役所に、それぞれご相談に来るというのは、ちょっと心情としてもちょっとハードルが高そうだということで、地域で気軽に相談できる場所で、薬局が、まあ、いいだろうということで、薬剤師会のご協力をいただいて、今、全市的に言うと100箇所以上ですね、もう開設をされております。それで、まあ、これ以外にも、全庁的にネットワークも組んでおりますので、それから、支社協の方でですね、現在16名ですかね、係長を入れると17名かもしれませんけれども、それぞれの地域福祉コーディネーターを、ブロックで置いてます。その方々がつなぎ役ということになってますので、組織化の一定の対応は進んできております。それからこの、発助犬相談窓口の構想を受けて、各地域の独自の取り組みもスタートしてきておりますので、各地域ではこれを受けてですね、独自で地域の中でネットワークを組もうという動きも出てきておりますので、広がりは出てきているというふうに思います。で、相談件数が今少ないということを、あまりそのマイナスに捉える必要ないと思うんですが、やっぱり人と人とのつながりの中で早期発見と、困難ケースがやっぱり増えてくるので、8060、最近では9070っていう言葉も使われ出し始めました。で、困難ケースがやっぱり増えてくるので、困難ケースをやっぱり専門的な機関につなぐということで、一応ルートは確立されましたので、まあ、町内でもそういう協議会ができてますので、一応体制は整ってきたと思います。で、一つ懸念はですね、去年、民選委員さんの改正時期にやったんですが、結果的に言うと、欠員が70人以上、今現在出てきております。で、これを、やっぱり早期に、対応していく必要があるので、まあ、この点はさらに、努力していきたいというふうに思っております。そのいわゆる65定年世代がなかなかこの地域に入ってこないんじゃないかという懸念を現状発助犬窓口でされている人たちは持ってらっしゃるかと思うんですけれども、でこの前の市長と語る会でもそのような話が出たというふうに聞いているんですけれども、そのあたり新しい世代が入ってこないというのはどのようにお考えで、その対策というのは取れるんでしょうか。まあ、この組織だけに限らずですね、町内会組織を含めて後継者が非常に見つからない。さっきの民選員さんも定年が実はあるので、定年委員長はされてますけど、民選員さんバトンタッチする人がいないということで非常に皆さん悩んでおります。まあ、そういうこともあって70人ぐらい欠員が今出てきているんですが、まあ、そこはですね、まあ、我々役所の中でも、そういう地域活動に定年後はですね、協力してくださいという声掛けもしていく必要があるし、特に保護士とか民生員さん、ここ欠員が多いので、特に退職前の職員に関してはそういう説明会に、保護士会とかですね、民生員の方からも説明に来ていただいております。と言いながら、定年長になったので、で、皆様方、例えば60歳超えても70歳ぐらいまでみんな仕事してるので、結構忙しいのでですね、まあ、なかなか、次のバトンタッチができないという課題があるので、それぞれ、我々の地域に組織に出している補助金のあり方も含めて、まあ、令和5年度査定の中でもそこを議論していきたいというふうに思っています。はい、その他ご質問は。です。給食費ですけども、はい、給食費、まあ、現在はその無料に補助してるわけですけれども、今来春からの値上げ
を一方で提案されていると思います。でただに市長でいきなし上げるってこうなんかこうちぐはぐ感を感じますが、そこはどうしてでしょうか。まあ、あくまでもコロナ対策の物価高騰の交付金があったので、12月から3月まで、これは保育料の無償化と合わせて、給食費の無償化、それと、水道料を今基本料金 80% 減免してますので、まあ、それも延長しております。それで、やっぱり交付金がないとできないですし、例えば、全国商会からはですね、給食費をもう国費で見るようにということは強く要請をしております。で、一部、与党の中でもですね、その議論を、まあ、一部始めたところもあるというふうには聞いております。ただ、給食費って非常に、大きな金額になるので、で、無償にするということになると、一般財源持たないので、令和5年度からは、材料費の値上げに相当する部分で、小学校、中学校を少し上げらせてくださいということで、今説明をしているところです。その、一番今、ほら、恩恵があるということでは無償化していて、まあ、その無償化の給付金がなくなったので、まあ、無償はやめますというのは、まあ、まあ、言ってわかるんですけども、その時期にこう、取って返してあげますというのはですよね。こう、振幅の幅が大きすぎるというか、まあ、なんていうかな、この時期にやらずに、まあ、もうちょっとこらえて、というのが常道じゃないかと思いますけども、そこは違います?まあ、一定ですね、まあ、小学校、中学校ともに、非常に過重な値上げにならないように圧縮はしておりますが、まあ、ここ最低限はこれだけはというところで、教育委員会が算定しておりますので、まあ、そのお願いをしているところです。ただやっぱり学校給食というのはですね、まあ、本来的に言うと給食法っていう法律もあるので、やっぱり国においてやっぱり無償化する方向で動くというのが、いい方向ではないかというふうに全国市長会のこれは体制ですので、そこ強く今要請をしているところです。与党内でもその点は議論が必要ではないかというふうに少し理解は広がってきているところです。それから別の件ですけども、二次記事ですけども、今補償とかあれのあり方を今議会に提示されていると思いますが、暫定の考え方は要は何年ぐらいを見越して今の提案なのかと。議会のそれぞれの説明はまだ済んでいないところもあるので、まだ詳細の説明はここでは控えておきますけれども、それぞれの会派でいろんな意見がありますので、それぞれの会派からご意見を聞こうということにしています。で、今回採択人式地は事業採択になりませんでしたので、ちょっと今の現状のままで置いておくのはバリアフリー以上少し課題が大きいので、何らかの対策がいるというふうには思っています。で、これ、すべて一般財源で対応することになりますので、あまり、大きな予算はかけれないというふうな認識を持っておりますので、まあ一定何年かということはまだ議会の意見を聞いて決めろと思ってますので、まだ確定しているわけではないんですが、まあ、例えば、やり方によるんですが、例えば短い場合であれば、2年程度、それから長い場合ではもう少し長くということになるかと思いますが、まあ議会からまだ意見を聞いてないので、そこを踏まえて、最終的には、令和5年度の当初予算の査定の場で決めていきたいというふうに思います。最後になります。ちょっと込みった話になりますけれども、市長は、教育再生、首長会議という私的な集まりと思いますけれども、事務局が日本教育再生機構という、不走者の教科書の採択を目指したり、自虐史観からの脱却みたいな、こう、かなり保守的なですね、そこが事務局を務めている、まあ、ところですけれども、そこに公費で参加されていると思いますが、なぜ、ここに公費で入らなければならないのか、まあ、市長の今までの言動ともややこう矛盾するようにも思いますし、そこの説明をお願いしたいということと、結構それごたごた批判があちこち全国であってですね、まあその金の使い方が、不走者のその教あれに公費が流れていると、不走者推進運動に、みたいなことで、報道もあったりしてですね、今後もそれは続けるおつもりなのかと、加入を。そこの2点をお願いします。
狂気再生首長会議というのはですね、それぞれ全国市長の中の、まあ、有志の集まりということで、平成26年の6月に設立をされております。で、この狂気再生首長会議は設立をされた段階から知っておりますけれども、まあ、古市では様々な情報をですね、ここ、まあ、総理とか、特に文部科学大臣にいろんな提言をしているので、そこから定期的に文部科学大臣と意見交換もしているので、まあ、そういう意味で情報収集するために、会費、これ年額で2万円ですけれども、会費を払って、まあ、私も、加入をしております。で、ここからは、例えば文科大臣と意見交換したときにはいろんな資料が送られてきますし、まあ一定の流れというものがわかるので、まあそういう意味での情報収集として、加入をしております。まあ全国でこれに関して、まあ訴訟が起こったらいろんなことは承知をしておりますが、まあいろんなその訴訟でもですね、特に問題はないというふうな判決が出されていますので、まあ特に法的な問題は特にないと思います。ただ、教育はご承知の通り、まあ、左から右まで全体であるので、まあ、一番大事なのは、教育機関が中立を保つ。で、中立を持って、それぞれ、適正な教育を行うというのが、まあ、一番大事なところではないかというふうに思います。ですので、さっきすみません、僕は不走者と言ったかもしれません。育法者ですね。教科書は育法者ですけども、うん、不走者じゃなくて、そっちの採択を、まあ、こうやっているところは事務局にまなっていたと。今なんか外れてるみたいですけど、批判されたので。で、今のお答えでは、だからその中立的なことを、だから大事だというおっしゃったんですけども、市長というのは今、統合教育会議とかでもですね、結構かなり教育の内容にもこう言って、口が出せる、まあ、ポジションに今なってますけれども、今後もそれはお辞めになるつもりはないという回答でしょうか。当面はですね、教育再生会議の、まあ、動きということを知る必要もあるので、当面すぐ脱退するということを考えてないです。はい、わかりました。まあ、情報収集ということですけども、まあ、一回も会議も参加されてなくてですね、資料だけ送ってきているという状況だと思いますけども、まあ、それで、情報収集になるのかなというのは、まあ、思いますが、わかりました。これって全国市長会の理事会とか総会の時に、合わせてやる会なので、自分はその時には大体社会文教委員会にいるので、大体日程が合わないので、出てないです。ただ情報はそれぞれいただいてますので、まあ、今後参考にするということです。はい、その他ご質問はございませんでしょうか。あ、来ます、来ます。読売新聞フリアです。ちょっと明るい街の最新号を見せていただくとですね、その中に、まあ、実作、仮設住宅の候補地に協力をという記事が載ってるんですけれども、これ確か登録制度を5年ほど前から、高知市の場合設置をしてたんだけど、なかなか進まなかったという現状だったんじゃないかなと思うんですけれども、改めて今の現状とですね、どれだけが不足して、まあ、どうなのかという部分を聞かせて、今後やっぱり、なかなかこれ、呼びかける方も大変かもしれないけど、どう呼びかけていくのか、あるいはもう確保をどうしていくのかというところ、今の現状でのお考えをお伺いできればと思います。はい。南海トラフ地震はですね、今の発生確率でいうと30年以内ですけれども、70% 超えてるので、まあ、非常に高い確率で、南海トラフは発生するというふうに言われてます。で、まあ、関係者の職員は、大体高知県防災っていう非常に優れたアプリがあるので、まあ、それぞれを持ってる、防災電話にもそれアプリ入ってるんですが、地震があるとすべて通報が、まあ、一応そこから見れる仕組みになってます。で、やっぱり南海トラフ地震というのは少し世界的に見ても、まあ、得意な地震で、何が得意かというと定期的に来てると。で、普通地震って不定期なんですよ。50年に1回、80年に1回、例えば200年に1回不定期なんですけど、南海トラフというのは120年ごとにほぼ定期的に来てるので、世界的に見ても珍しいので、それと兆候が、まあ、一定あると思います。まあ、東海地震と南海地震との相関関係というのは最近はちょっと否定されてきてるというふうに思いますが、まあ、おそらくですね、九州の九州沖の、
いわゆるすくもと佐伯の間の、あそこでも定期的に地震が起こってるんですが、多分そこと南海トラフ地震とは相関関係が多分あるだろうというふうに思ってます。で、九州の、九州の東海岸沿い、特に大分、あの辺での、と四国半島との間での地震が起き始めると、多分要注意だなというふうに思ってるんですが、歴史的に見てもそっちが先に来て後に起こってたりするので、非常に注意深く見てるところです。で、東日本大震災から12年ですかね、ぐらいになりましたが、もう13年ですかね、ぐらい、12年ですかね、12年ですね、12年になったんですが、あそこの本当に、大変な経験を生かさなければいけないと思ってまして、いわゆる仮設住宅、その後の復興住宅等に大変職員の方々苦労したんですけれども、結果的に見ると東日本大震災の後ですね、みなしの仮設住宅の割合が高くなってます。で、みなしの仮設住宅というのは市内にあります、空いてるアパートとかマンションとかそこを借りて、で、それで公費で借りて支払うというやり方なんですが、東日本大震災以降のみなし仮設の全体的な割合というのは 64% というデータがあるので、熊本も含めてですが、だいたい6割程度もみなしで対応しているので、多分みなしというのが多分現実的になると思います。それで、例えば不動産協会とかですね、宅建協会とかそういうところと、まあ、いざという時はお願いしますねということは頼んでるんですが、まあ、そこを借り上げるというのが多分現実になるのかと思います。あと、まあ、それでも足らない部分というのは実際にどうしたかということになると、特に東日本大震災が準備してなかったので、グラウンドへ建てましたね。ただ、グラウンドを完全に潰すわけにいかないので、ほぼ、総合運動場のようなところのグラウンドへ、仮設住宅で対応が2年なんですけど、だいたい5年ぐらい、そのグラウンドで仮設を作って、仮設住宅へ一回入っていただいて、最後の恒久的な災害住宅ができた時に移転をしたというのが、まあ、現状です。で、当然我々も、どうしても足りない部分っていうのは、まあ、運動場へ一時的に建てる。まあ、公園も場合によっては、一時的に、建てるということも想定はしておりますが、まあ、現状で言うと、やっぱりみなし住宅で行くのが多分、現実的かなというふうには思ってます。それで、不足の個数なんですが、とりあえず住宅政策課が試算している状況で言うと、まあ、多分これ確定値ではないと思うんですが、概数なんですけど、L1 の場合で 約5000戸が不足してます。で、L2 の場合で、これ試算ではありますが、約3万戸、L2 の場合3万戸不足をしているので、まあ、できるだけみなしへ入っていただくということが現状になろうかというふうに思います。登録制度の登録の件数ってのはどれだけあるんですか、今のところ。ちょっと今そこ手元にないんですけど、少ないと思います。それでもやっぱりこの登録制度というのは継続していくという感じなんですか。そう呼びかけはどういうふうにしていくことか。はい、今日は住宅が来てないよね。住宅が来てない、ね。詳細はまた確認をしておきますが、まあ、あらゆる手で確保できるものを確保してないといけませんので、まあ、登録制度そのものは続けていかないといけないと思いますし、まあ、呼びかけをしていかないといけないと思います。で、ポイントはやっぱり宅建協会とかですね、団体2種類あるんで、不動産協会と宅建協会で2種類あるので、まあ、そこの協力がどのくらい仰げるかということが、ポイントになると思います。まあ、現状では、だから、用地確保云々よりも、もうみなしの活用の方にシフトしていくという、そういう考え方でよろしい、それが現実だと思います。はい。で、まあ、これも、また、住宅政策ので聞けば、あれでしょうか。みなしってのはある程度確保はできている状況ですか。いや、まだだと思います。まあ、まだだと思います。それとあともう一点、
まあ、これ学校の運動場に作る作らないっていうのはいつも議論になるんですけれども、今の市長のあのお考えだと一定時期、一定期間学校の運動場を潰すのも仕方がないというようなお考えでよろしいでしょうか。いや、学校施設は、あの、最後の手段なので、まあ、そうではない運動場。そうでは、学校施設以外の運動場はいくつかあるので、まあ、そういうところを先に優先的に使うという考え方です。で、学校施設の場合は、まあ、入ってきた方もわかってますけど、子供たちが災害後帰ってくるので、まあ、できるだけ早くそこを明け渡さないといけないよねというのは住民の方もわかってるので、学校のグラウンドを使うのはもう最後の手段ということになると思います。あの、何年か前に学校の運動場も使うというような考え、まあ、これ、まあ、要するに最後の手段としてという理解でいい。そう、そうですね。まあ、それ以外の運動場いくつかありますので、それ以外の運動場が先に使うということになると思います。で、学校の中使ってしまうとですね、みなし仮設っていうのは、あの、まあ、対応が簡易な対応になってるんで、耐久で言うと2年ぐらいなんですよ。けど、現実で言うと約5年間ぐらい使ってるので、でそうすると5年間ぐらい下手した学校のグラウンド使えないというのは、やっぱり避けないといけないので、そうすると教育に支障が出るので、まあ、そこは避けたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、その他ご質問はございませんか。NHK の古川といいます。あの、まあ、ちょっとコロナの話に戻って恐縮なんですけど、まあ、5類の見直しについてですね、まあ、あの、医療体制についてなんですけども、ちょっと個別具体的な話で恐縮なんですが、あの、感染症部会で専門家の議論でですね、まあ、医療機関への病床確保への国の補助とかですね、あの、まあ、原則行政によるその入院調整って行われているかと思うんですが、まあ、それを、まあ、財政支援も受けているわけで、継続すべきという声もありますけれども、まあ、市町村の立場として、まあ、市長は、ま、どうお考えで、まあ、国に対する要望とあれば教えてください。はい。まあ、一つはですね、ちょっと気になるのはやっぱり財務省の動きで、で、このコロナの対応で、まあ、相当、ちょっと累計値を確認してるわけじゃないんですけど、まあ、100兆円以上、あの、かなり使ったという話もあるので、まあ、当然財務省としては一定ですね、平時に戻したいということで全部動いているので、まあ、当然そういうものも影響してるんだろうなというふうには思います。それで、例えばあの、専門者部会、感染症部会ですね。感染症部会の方で、いろいろ当然議論も出てるんですけれども、じゃあ入院調整どこがやるんだっていう話が一番きます。で、多分今の状況を見ると、まだ少し保健所長から、あの、補足はしてもらいますけれども、で、入院調整をもう完全に病院がフリーにすると多分無理だと思います。そうすると、一番困るのは救急隊なので、救急隊が受け入れ場所がないということなんて、一番困るのは現場の救急隊なので、多分フリーにするのはちょっと無理じゃないかなと思うんで、多分入院調整というのは行政が、当分の間調整しないと無理じゃないかなというふうに私は思ってますけど、まあそこはちょっと後で、あの、保健所長から説明していただくと思います。あとはコロナのために、あの、一定の病床を、あの、開けておく必要があるので、で、その分に交付金が当たってます。で、受け入れなくても当たってるじゃないかという批判もあるので、まあそのあたり多分見直してくると思いますが、そこは、ちょっとまだよく見えないので、まあ、令和5年度に向けてそのあたりがどうなるかというところはちょっと注意深く見ていく必要があるというふうに思ってます。じゃあ、入院調整の部分。はい、田中高知証券所長です。あの、入院調整につきましては、あの、感染症部会の方でも、やはりあの、自治体の方がある程度担保すべきだというふうな議論があるというのは承知しております。あの、入院調整につきましては、あの、高知県ではやはりあの、県全体で今入院調整をしておりますが、あの、今感染症法に基づいた入院調整となっております。これが5類に落ちたときには一般の感染症としての入院調整となりますので、スキームがかなり違ってくると思います。あの、そういったスキームが変わってくる中で、あの、医療機関にも、あの、コンセンサスを得て、それから、あの、一般の患者さんにもコンセンサスを得る必要があると思いますので、そういったことを国全体のスキームがこの何ヶ月かの間に基本的な考え方が示されて、それをさらに高知県ではどういうふうに施策していくかということが今後の課題になると思っております。以上です。
多分医療機関の懸念はですね、スタッフへの感染だと思います。で、スタッフの感染があると、いても診療のある部分を占めないといけないので、まあ、そこをちょっと懸念してると思うんで、そのあたりの調整の関係もあります。はい、その他ご質問はよろしいでしょうか。あ、すいません。ポチームの方です。補足ですいません。2点あるんですけども、一時基地の質問先ほどありましたが、でその中で、まあ、暫定利用の、暫定整備の話で短くて、まあ、2年ぐらいというお考えも、おっしゃってますが、その、前提としてですね、その暫定利用を、暫定整備をするということは、その間、その後ですね、最終的には、今も、民間企業を活用する形で、何らかのその施設というか、の整備を目指すという、目標は変わってないということでいいんでしょうか。中心市街地活性化の方針が、第3期に、令和5から入りますが、1月末までに第3期の申請をしないといけないということになっているので、多分申請したというふうに思いますけれども、第3期の中でもですね、西基地については、中心市街地の活性化に寄与するものっていうところの文言は入れてます。で、もともと、西基地の部分につきましては、小学校の統合の時から中心市街地の活性化に寄与するということで、保護者の方々に、一定当然強い反対ありましたけど、お認めいただいて、学校を統合して、開けてますので、その方向性というのは、由来ではないです。ただ民間だけでの、公募での事業がですね、採択が今のところうまくいかなかったので、どういう組み合わせ等を考えていくかということもあるので、その方針のあり方については、関係者、それから中心市街地の商店街等の意見、議会の意見を聞きながら、そこの方向性ということは、また今後決めていきたいと思います。そこは一定の時間がかかると思います。中心市街地の活性化に寄与するという目的は変わらないという、それはそうだと思うんですけど、なんかその中心市街地の活性化といっても、広義というか広いと思うんですけど、今のお話で言うと、市長がその、描いてらっしゃるその活性化の形っていうのは、民間企業との、連携の形はどうあれですね、一定その民間活力という言葉がありますけど、民間企業、のその力を借りる形での何らかのその施設の整備ということになるんですか？そうですね。会社によっていろいろ意見は異なりますけど、あそこ公園にっていう話もあるんですが、丸の内独地がこの3月末にもオープンします。現状見ていただいたらもうあそこ芝生張ってきれいに整備できたので、それから藤波の公園の整備に入るので、で、藤波公園は令和5年度末までに完成をさせる予定なので、だから近隣の500メーター近くに2つの公園がもうオープンするので、我々は公園にすることは考えていないということです。ただ民間だけでの事業化の採択をずっと調整をしてきましたが、採択できていないので、少しいろんな組み合わせを考えていかないのかな、いかないといけないのかなというふうには思います。すみません、それは確認ですけど、あくまでもじゃあ民間事業者を活用した形での施設の整備ということでいいんでしょうか。もともとの狙いが商業系の施設ということをずっと狙ってきているので、商業系の施設というのが、一つの軸にはあります。ただちょっと組み合わせする必要があろうかなというふうに思いますね。で、そのあたりも含めて議会、それから商店街の意見をいただきながら、次の方針を、固めていきたいというふうに思います。すいません。もう一点だけ、補足になるんですけど、先ほどなりのその二類五類の話ですが、市長のお考えとしては、高齢者への心配をおっしゃいましたけども、で、一方でその先ほど、質問の中であったその対策もワクチンであったり、高齢者の方の周辺のマスクの着用ということもおっしゃって、なかなかその、従来、通りのというか、あまり変わらない対策でですね、で、一方で5類で引き下げたときに、当然感染リスクっていうのは、
そうなると高まるのかなというふうに思うんですけど、そうしたときに、その、市長のその高齢者の心配をおっしゃるのであれば、引き下げについて、なんていうかこう、まだ下げるべきじゃないというお考えもありそうだなと思うんですけど、そうではないということですか。昨日の全国市長会の理事会、役員会でしたけれども、その中でも、大体2類から5類に、落とすのは、時期的に、今のタイミングだろうというのが、体制でした。で、そこであえて、反対する論拠がないので、そこで反対はしてないです。で、おそらく、特に高齢者の方々っていうのは、多分、今の段階で言うと、まだ自己防衛の意識高いと思うので、そんなに簡単にマスク外さないんじゃないかなというふうな、ふうにも思えるので、そのあたり含めて、今日、明日の決定を見ながらですね、また住民の方々、特に高齢者の方、学校は教育委員会で決めますけど、学校、それから家庭内感染の状況、また適宜、必要な、適正な、アナウンスをしていきたいというふうに思います。はい、その他ご質問はございませんでしょうか。高知炭酸テレビの野村と申します。まずマイナンバーカードで今申請件数が 60% 程度ということですが、これは年齢比みたいなのも、年齢別のデータみたいなのも取られているんでしょうか。と言いますのも、おそらく未成年の人っていうのは自分で申請できないと思うんですが、この 40%、 残り 40% がどのような世代なのかということをちょっと教えていただきたいです。はい、それじゃあ担当が来てますので、はい、お願いします。中央窓口センター所長の吉村でございます。申請の、された方の、年代別の割合、こちらはですね、公表されておりませんで、実際にこちらの方では把握しておりません。申請はあくまで国の方で、行っておりますので、されておりません。ただし、カードをお持ちの方の年代層というのは大体把握ができておりまして、比較的、人口の比率とほぼ同じぐらいの割合にはなっております。ただし、おっしゃられました、特に高齢者、あと、若年層、こういったところが少ないのは事実でございますので、先ほど、市長の方からのお話がありました、イオンモール高知、こちらは、お子様連れの方が、簡単に申請ができる場所を作らせていただいている。あとは、量販店などに今行っております、出張申請の会場ですね。こちらには、ご高齢の方中心にかなり多くの方が来られています。そういった形での対策をですね、今後も行っていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。もう一つ、ちょっと選挙のことについてお伺いしたいんですが、統一地方選挙近づいてますが、ズバリ岡崎市長は次の選挙でどのようなお考えをお持ちなのか、進退についてちょっとお伺いしたいです。私の任期は11月の下旬までありますので、まだ後援会の方々と、正式な協議とはしてないですので、後援会の方々とよく話し合いをした上で、自分の次どうするかというところは決めていきたいと思います。で、今日の段階では決めていないので、その段階では、まだ白紙という状況です。ありがとうございます。はい、その他ご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこれで市長定例記者会見の方を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。